左の真ん中のところに立っていただいて、ありがとうございます。そのままじゃあその正面のブロックの、じゃあ、答えはムービーカメラの方を向いていただいて、はい、はい、じゃあ今日のファッションのポイントを聞かせてください。はい、今日はこのシャイニーピンクのアシメトリーのセクシーな着なかだしドレスを選びました。はい、小さなこのベーシックなピンカードを選びました。はい、ありがとうございます。新しくできたこの店内ご覧になられていかがですか？まだ全然再建できてないんですけど、あの奥まで広がってて、なんかあの以前表参道にコミニがあった時もなんかすごくなんか楽しめそうです。2階もあるんですよね。2階もカーサが、はい、そうですね、カーサがないですよね。はい、楽しみ、なんかちょくちょく来るようになります。はい、ぜひお願いします。ただあのバレンタイン近づいてたんですけど、何かの思い出とかって。そうなんですよね、バレンタインで一生懸命になってた時期ってやっぱり小学校とかの頃なのかなって、一生懸命なんかチョコレートとかしてトリュフ風とかね、トリュフで私チョコレートの風とかもしてたんで、なんかよく考えるとあんまり高かった子供だったな。普通のチョコレートをうまく渡せたんですね。本当ね、一人だけ渡せないで持って帰ってきたっていう記憶がその年あります。はい、今だって失敗せずに失敗してるんじゃないですか。はい、ありがとうございました。上の方で